あれだったな、購入品を紹介しながらめっちゃ可愛い冬服1週間コーデを組んでいこうと思います。イエーイ。はい、ということで、めちゃくちゃ大好きなオルドットなんですけど、前回夏服購入品でコーデ紹介みたいな感じでやったんやけど、それの第2弾って感じでウィンターバージョンで紹介していこうと思います。では早速やっていきます。スタート。はい、ではまず早速1コーデ目なんですけど、今ちょっと着てるので全身をご覧ください。これな、めっちゃ可愛すぎてさ、なんか最初見た時ちょっと150センチのリナが着ると丈長すぎるかなって思ったんやけど、結構割と高めのヒールとか履いちゃえばそんなに全然気にならなかったです。めっちゃデザインとかもすごい可愛くて、重くもないし着やすいで、しかも色もめっちゃ合わせやすいっていう、マジで最強のアウターですこれ。でこれのめっちゃ好きなところは、でね、前を開けて着てももちろん可愛いんやけど、こんな感じで前を閉めてリボンでね結んであげてもめっちゃ可愛いです。でな、ここの部分がちょっとボタンを留めて、じゃじゃーん、こんな感じで首元をね締めることもできます。めっちゃ可愛すぎる。最初みたいに襟をこうダッと折っても可愛いんやけど、やっぱ冬とかだと寒いから、こう首元を守ってくれるこういう感じであるのがめっちゃありがたいです。首元を締めてみると全身がこんな感じになります。可愛いの、めっちゃ可愛い。これなんかなかなかドストライクのアウターっていうか、コートは特にそうなんやけど、見つけるのって結構難しいんやけど、これはマジで、あ、これ理想やって思うぐらいめっちゃ可愛いです。このね、中に着てるワンピースはめっちゃ可愛くって、それもちょっと紹介します。はい、こんな感じのワンピースを着てます。これさ、めちゃくちゃスタイルアップするワンピースで最高すぎる。色味もこう、ね、ブラウン系でちょっと落ち着いた感じのカラー で首元が少し開いてて鎖骨が見えるっていうのと、あとね、袖のところがねスリット入ってます。今日のコーデはもうほぼほぼこのブーツを履くんですけど、こちらもねあれだったです。めっちゃ可愛いよね。いろんなコーデに使えるから、一番もうショートブーツがリナは大好きで毎年愛用してます。可愛い。あとバッグ、じゃじゃーん。なんかオルドットって服だけじゃなくて小物とかもめっちゃ可愛くってさ、特にバッグとかリナはそうなんやけど、もうドツボすぎてやばいんよ。もう新作出るたんびに、え、可愛すぎるみたいな、待って、これも欲しい、これも欲しいってなっちゃうぐらい全部可愛くって、見てよこの形とかさ、デザイン。なんかこんな感じでチャックもねしっかりついてるし、マジで作りが良すぎて、で長い肩紐もついてるんやけど、最近リナこれぐらいの短さの肩からこういう感じでかけて持つバッグがめっちゃ好きで、こういうワンピースとかと合わせてあげてもすごい相性いいと思います。という感じで次のコーデ、2コーデ目いきます。2コーデ目はこんな感じになりました。もうさ、もう待って待って、可愛すぎる、もうやばい。このコーデ個人的に今日のね紹介するコーデの中でもめっちゃ好きなんですけど、はい、まずはもうね、なんといってもこのカーディガンですよ。もうやばすぎる。これなんか伝わるかな、この素材感、こうロフロフってした感じの素材で、結構分厚くてあったかいです。でも全然重たくないし、すごい着やすい。でカラーがもうこの絶妙なこの感じ、なんかこうピンクとかやとちょっと甘くなりすぎちゃうから挑戦しづらい人とかでも、紫ってね結構大人っぽい印象になるし、めっちゃ可愛い。で丈感がこんな感じで、お尻ががっつり隠れるくらいになってます。バッグはこんな感じで斜め掛けのバッグです。
これさめっちゃ入るからマジでいいよ。ペットボトルとか水筒とか全然余裕で入るのがめっちゃ嬉しい。でこちらもリュウが大好きなバゲハなんですけど、見てモフモフなんよ。これも伝わるかな。やっぱ冬って何でもモコモコが可愛いよな結局な。でこのねカーディガンの下に着てるトップスなんやけど、例えばこうハイネックとか普通の、ね、ニットとか着てあげてももちろん可愛いねんけど、アシンメトリーみたいな感じで斜めになってるのがちょっと一押しで、そんな感じで肩が結構見えるデザインになってるんやけど、あんまりここ露出したくないよっていう人とかは今みたいにカーディガン着てあげたら全然 OK やと思います。露出がね少なくなる冬とかでもこう鎖骨がチラッと見えたりするだけでめっちゃ大人っぽい印象に一気にねグッとなってくれると思います。はい、では次参考ではいきます。Stay with me, and I really get what the love songs are talking about. Oh, and I. はい、参考で目はこんな感じで結構ね大人っぽい雰囲気を出したコーデにしてみました。このねアウターがもうヤバすぎて。まずカラーがこんな感じでブラウンですね。で割と生地はね薄めな感じなんやけど、でもめっちゃあったかい、すごい。でこのね大きい襟がめっちゃ可愛い。で後ろがねこんな感じなんですよ、ひらひらってしてる。でスカートはねこういう感じのロングスカートを合わせてみました。結構ねボリュームがあるスカートではあるんやけど、黒やからめっちゃ引き締め効果があります。ほんまにブラックでまとめて上からちょっとブラウンのアウターを羽織ってバッグは白っていう感じです。でこのバッグは前回のオルドと購入品紹介で紹介したやつやねんけど、もうそっからもう一生使ってるよりな可愛すぎて。はい、こんな感じのコーデです。では次4コーデ目いきます。もうこのコーデも可愛すぎるんやけどまずじゃじゃーん、こちらのマフラーでーす。これとかやばくない？可愛いよなー。でなー、めっちゃ素材感良すぎてもうこう埋もりたくなる、埋もれたくなるくらいの気持ちよさです。王道の定番に白のねマフラーをちょっと今回選んでみました。他にも色あってな可愛かったんやけど。でこちらじゃじゃん、ちょっと分かりにくいからマフラー外そう。こんな感じでピンクのニットです。でこれもめっちゃ可愛くってさ、この袖がねちょっと広がってるデザイン、もうほんまに最近好きすぎてマジで可愛い。でこれな丈が少し短めでこんな感じなんですよ、ちょっと短め。ピンクのカラーがもう絶妙なカラーでめっちゃ可愛い。なんていうのかな、ちょっと薄ピンクってよりかは少しくすみがかったピンクが大人っぽくて可愛い。これバケハかぶっても絶対可愛いわ。さっきのこんな感じでいい感じ。なんかほんまに可愛い服着たりとか自分のね好きな服を着たりするとめっちゃテンションが上がるし、こう気分も上がるんやけど、なんかこうちょっと落ち込んでいる感じの時とかは結構ねオルドットのお洋服を着たりしてテンションを上げることが多いです。っていう感じで次のコーデいきまーす。はい、5コーデ目はこんな感じでーす。これちょっとクリスマスとかにも絶対いいと思う。クリスマスデートに着ていきたい服装ナンバーワンですこの編んでる感じさ、わかる？この編み方これ可愛いよな、冬っぽい。めっちゃで、お袖の部分がちょっとポタッとねタボッとした感じな、ボリュームがある感じで、それがまたさらに可愛さマシマシって感じです。このなマーメイドスカートマジでウエストがマジ細く見える、やばい。いや今ニットをさタックインしてんねんけど、それでも全然なんかもうほんまに華奢に見せてくれるスカートです。ちょっとこのカラーのマーメイドスカート初チャレンジやったんやけどめっちゃ可愛い。はい、ということで5コーデ目はこんな感じでーす。次6コーデ目いきまーす。
I'ma be the best damn lover you got. はい、ルクコーデミはこんな感じで白ニットにちょっと青のねベストを羽織ってみました。お尻もがっつり隠れてくれるくらいの丈感のニットなので、こういう風にねワンピースみたいな感じでも着れるし、全然あのタックインして普通のねニットとしても使えるしっていう感じで、ほんまに合わせやすくってどんなコーデでも使えると思います。でね、このベストなんやけど、この色味のベストなんかなかなかなくって、でもドツボすぎてさ、この色とかやばい。白と合わせると割とちょっと可愛く大人可愛い感じになるんやけど、黒と合わせてあげたらちょっとクールな感じでめっちゃかっこよくも着れると思います。めっちゃなんか高級感があってすごい可愛いです。はい、ということで次ラストのコーデいきまーす。はい、ラスト7コーデ目はこんな感じで、アームオーバーがめっちゃ可愛いトップスを合わせたコーデにしてみました。でさ、これめっちゃ長くって、もう最終寒かったらこれでもいけるね、これな、なんか素材さちょっと薄そうでさ寒そうに見えるやん。めっちゃあったかいねこれマジで。このニット可愛いよな、なんかこうちょっとモケモケっとした感じのニットでさ、このバッグこれやばすぎ。これもあの肩紐もついてるんやけど、いや個人的にこうやって持つのが好きです。グレーピンクも可愛いよね、相性がめちゃくちゃいい。はい、ということで以上がオルドット購入品紹介でした。もう可愛いアイテムありすぎてちょっと全部推しなんやけど、特にどのコーデが可愛かったよとかあったらコメントで教えてください。で、12月の9日から18日にルミネエスト店でオルドットがね初めてのポップアップストアを開催するみたいなので、ぜひ興味がある方は行ってみてください。リナも個人的にめっちゃ気になりすぎてさ、リナはちょっと行きたいんやけど、そう初めてね開催するみたいです。おめでとうございます。で、今日紹介したコーデのねアイテムの詳細とか、あとオルドットのリンクとかは概要欄に全部貼ってあるので、ぜひそちらご覧ください。ということで、この動画が良かったら高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。あとインスタグラム、TikTok もやってるので、そちらのフォローもぜひお願いします。ということで、バイバーイ。